あなたの心に火を灯す。東洋思想および神道研究家の墓井からです。今回はですね、大学受験塾ミスターステップアップです、はい、からお届けしております、講師の湯葉しおりちゃんです。湯葉しおりです、はい、よろしくお願いします。墓井さんの後輩にあたります。ミスターステップアップの卒業生で、今も、ミスターステップアップで講師をさせてもらっています。今は理系女の相談室っていうチャンネルでやらせてもらってます。はい、はい、結構なんかね、受験生も見てたりするし、はい、中学生高校生もたまに、はい、で、そうなんです。親御さんもね見ていただいたりするんで、このチャンネル見て塾を知って入塾してくれた子も結構いっぱいいてて、うん、そうなんです、はい、でも見てくれてるなってまあ、ぜひ岩田のチャンネルも見てほしいんですけども、はい、お願いします。今回ですね、どちらかといえば親御さんの方が多いので、どうすればいい子が育つか、まあ、多分こういう動画見てる方は、はい、なんかいい子に育ってほしいね、はい、まあ、ただ単になんかいい会社に就職してなんかいいお給料を得てほしいというよりかは、世のため人のため貢献するね、うん、子供になってくれたらなって思ってるお子さん多いと思うんですね、はい、まさに僕らの得意分野ですよそれは世のため人のためにですよね、貢献するね、はい、人を育てるのがね、この大学受験塾ミスターステップアップの理念でございますよ、はい、そうなんです。はい、まあ、その本題入る前に、はい、そもそも湯葉ちゃんがちょっとなんでこの塾入ったのかっていうところからちょっとお願いします。はい、はい、私はですね、もともと高校3年生の時にもう全く勉強のもうやる気がなくて、うん、一応第一志望は京都大学の農学部だったんですけど、高いですね理想一応目指せないですよね一応そうだったんですけど、まあ一応、はい、まあ、では1日3時間、うん、よくて3時間勉強するぐらいで、うん、まあ、学校の言う通りに勉強するけど全然成績が上がらないっていう典型的な、うん、失敗パターンをこう歩んでいた、まあ、受験生だったんですね。で、高3の11月頃に、うん、もうやる気もなくて、天王寺の本屋さんでですね、はい、ふらふらって母親と一緒に歩いてたんですけど、そしたらこの本がですね、天王寺の本屋さんに平積みされていて、うん、まだその出版されたばっかり、初版で出版されたばっかりだったんですけど、帯のところにですね、偏差値44から東大京大学部総研に合格した方法を教えますって書いてあって、あ、私のことやって思ったんですよ。これこの帯の文言にすごく、実際それぐらいだったんですか偏差値。もうそれぐらいです。もう絶望的な、もう絶対今年無理やろっていうのを11月の時点で思ってたので、もう数学とかは本当に学校のテストでも0点だったりとか、結構悲惨だったので、もう無理やなと思いながら、まあ、一応勉強を学校に言われるがままにやってたんですね、うんうん、でこれ私のことやと思って、その買ってもらって、もう普段そんなに本を読まなくて、もうハリーポッターしか読破したことない私が、はい、2日で一気に読むことができて面白くて、うん、で、あ、こんな私でも成績が上げれそうやなってすごく思えたんですよね、はい、なんかこの参考書やったら成績上がるとか、あ、確かに上がりそう、でもできなさそうみたいなのが常にあったんですけど、この本を読んで、あ、自分でもこれやったらできるわっていう、どの段階からでも自分の学力に合う教材から始めていけば絶対成績上がるよっていうことを、すごくこの本の中でギュッといろんなエピソードとセットで詰め込んで書いてくれてるので、うん、この本を読んだだけで自分の合格を信じられるようになったんですよね。でもまあ時間的に間に合わないので、もう浪人することが決まって、迷わずこのミスターステップアップに入塾説明に来て受験勉強始めたっていう流れですね。塾はどんな印象でした？最初来て、最初来た時はめっちゃいい香りするなって思いましたアロマ炊いてたんですかね。アロマを炊いてて、もうすごいいい香りで、で今も塾長の村田先生がその入塾説明をしてくれたんですけど、あ、この本に書いてる通りのことを言ってくれたなと思って、うん、安心して、まあ、入塾して、はい、勉強を始めたっていう流れでしたね。その時は北極老人はその塾では教鞭を取ってはいなかったんですけど、うん、はい、まあ、でもその塾長と、あとは柏村先生が当時講師を、メインの講師をされてたので、もうその、お二人の話から、南極老人がこういうふうに勉強してたんやっていうのをこう日々日々こうひしひしと感じながら、自分も同じように勉強しようっていうモチベーションで、はい、やってました。なるほど。ちなみにこれ大学で勉強法の時は、はい、南極老人という名前で出ていて、はい、普段神社チャンネルでは北極老人なんですけど、同一人物なんですね。はい、同一人物です。さっきも喋ってたんですけど、
いるんですかってたまに聞かれるんですね。聞かれますね。めちゃめちゃ聞かれます。毎日のように。もうね、多分人生で一番もらった質問が何歳ですかと。はい。北極老人は。はい。いるんですか。いるんですか。うん、まあ何歳は答えたことないんですけども、いるんですかについて。じゃあ受験時代にあったんですかね、南極老人には。北極老人には。何回かあったんです。でもなんか結構すれ違う程度で最初は。うん、あれっぽいなみたいな感じなんですかそれは。あ、なんか。噂で聞くんですよ、はいはい、まずなんか南極老人今日すれ違ってみたいな感じで、うん、他の塾生が言ってて、すれ違ったんやみたいな、うん、でなんかオーラでわかるみたいな言われるんですよ、うん、はい、オーラでわかるんやみたいな、うん、なんかめっちゃアンテナをもうピンって立てて普段から、うん、南極老人どこやみたいな、はい、感じで生活してるんですよね。なるほど。喋ったんですか結局受験時代は南極老人とは。一回喋ってもらったんです。その当時は南極老人がその受験生に話すってことはあんまりなかった年だったんです、うんうん、私の年っていうのは。でもそのすれ違ってこんにちはみたいなのは3回ぐらいあったんですよ、うん、で12月ぐらいの時にたまたま私学校あの食事を、うん、ここのベジラーメンユニワで、はいはい、ご飯を食べてる時に向かいに南極老人が座ったんですよ。おなるほど。たまたま珍しいですね。珍しいです、うん、でこれはもう話しかける以外にない、うん、もう私の中で受験直前期でもうセンターまで1ヶ月切ってたんですけど私の中で何も迷いがなく、うん、絶対これ話しかけようと思ってめっちゃゆっくりご飯食べてで南極老人に話しかけてそこから2時間ぐらい濃密な話をこうしていただいてですね、うん、はい、美味しいとその時たまたまチコ店長がおあの美味しいチョコレートとコーヒーを出してくれたのもめっちゃ覚えてるんですけど美味しいチョコレート覚えてますね。あの手作りのねユニワ特製の当時まだ開発中だった。そうですね、やりだしたぐらいですよね、はい、多分ね2010年やとねチョコレートね。そう、もうその話とともにどうすればチコ店長やここのその社長のような長尾社長のような素敵な女性になれるんですかって聞いたんですよ、その時に。なるほど、はい、っていう、はい、感じでした、はい、その話もねちょっと気になるところなんですけども、はい、もう一冊ですね、これ最近出たばっかですよね、はい、この本ね、限界突破勉強法、はい、そうなんです。これどういこれね、ちなみにね人事談視聴者の方でね読んでない方はぜひですね、これあの前書きと特に後書きは正直南極老人が書いてますよね、北極老人が、はい、もうそうなんです、ね、なので、うん、ぜひ読んでほしいんですけども、ちょっとどういう本なのかざっくりお願いします。そうですね、はい、でミスターステップアップではその大逆転勉強法っていうのと限界突破勉強法っていうのを受験生の皆さんに紹介していて、まあ、塾でもその大逆転コースっていうのと限界突破コースってあるんですよね、うん、まあ、簡単に言ったら限界突破はもう厳しいコース、ここの大学行きたいんやったらゴールから発想して今日は1日あたりこれぐらい終わらせていこうねっていうのを毎日言われた課題っていうのを必ずやりきって終わる、うん、っていう風に勉強していくコースで、例えば学力が例えばまだ偏差値40代だなとかちょっと自分勉強の習慣ないなっていう子でも、でもそれでも今年1年で東大京大医学部総研に行きたいっていう子はこの限界突破コースを選んで入塾してくれるケースが多くて、うん、もう何が何でもやりきりたいっていう子に向けたコースですよね、うんうん、なるほど。で大逆転勉強法でもそういった大逆転合格は可能なんですけど、自分のその歩んでるルートの先にはないところにこう行きたい場合っていうのは、うん、受験勉強に向き合う時のその姿勢あり方がすごく重要で、でこっちではその基本的な勉強法こうやったらコツコツやっていって成績上がっていくよって、誰でも絶対合格できるよっていうことを伝えてる、まあ、どっちかというと、まあ、お母さん的な愛情、うんうん、絶対できるよ大丈夫、まずはできることどこから始めたらいいからねっていうのが大逆転勉強法でも、限界突破勉強法はどっちかっていうとお父さん的な愛情、もうここに行きたいんだったら絶対ここまでやりきろうって、でそのためにはこういうふうに向き合っていこうっていうあり方を書いてるのがこの限界突破勉強法なんですよね。この最新のですよね、限界突破勉強法のちょっと一番のなんかポイントというか売りというか、はい、ここすげえいいよみたいなところちょっとありますかね。いやもうそれはもうさっき芳賀さんが言ってくれた前書き後書きも、うん、これはもうあの受験生の親御さんだったりとか、うん、
あの出版社 の、 あの編集担当の方にもすごく感動していただいた、ね、いいですねそれはね、本物なんですよね大体ね。そうなんです、文章慣れてる方多いんで、うん、出版社の編集担当の方とかね、まあ、正直こんなもんかって思ってる方多いんですよね、うん、その方がわすげえってなるのはかなり本当にすごいんだと思いますね、うん、実はちょっとこうあの編集がちょっと遅れてしまってて、うん、早くしてくださいって、うん、なるほど、あのせかされてたんですよ、はい、でもそんな時にこ の、 あの北極老人が書いた前書きを送ったら、それまでもうせっつくせっつかれる感じだったんですけど早くしてくださいって感じだったんですけど、はい、素晴らしいですねっていきなりこう返事が返ってきて、もうあの北極老人に助けていただいたみたいな感じだったんですけどね、はい、私のまあ、そこもめっちゃおすすめなんですけど、やっぱ一押しは、うん、これが4章編成なんですけど、はい、そのうちのこう2章2章、はい、うん、で限界突破勉強法のその、まあ、1人目の受験生というか限界突破勉強法が生まれるきっかけとなった受験生がいるんですよね、うん、はい、それが今そのポラリス診療所って言ったら分かりますかね、うん、とね、多分分からない人も多い、分からない人も多い、私たちの会社で簡単に運営しております、うん、新しい時代の本当に医療をですね作っていきたいと思っております。病院ですね、そのポラレス診療所の院長先生の亀ちゃんですね、はい、はい、亀井先生ですね、はい、で本の中では亀井淳という受験生ですね紹介されていて、その亀井淳さんとその北極老人、本の中では南極老人ですねとのそのやり取り、うん、その限界突破的なその日々が描かれている70ページぐらいの章があるんですよ、うん、もうこれがもう濃くて濃くて、受験っていうステージで描かれるこの、まあ、師匠と弟子のその関係性がすっごくもう美しくて、うん、もうエキサイティングで、もうこれを読んだもう受験生はもう、あ、自分もこういう受験勉強したいって思って出る子が多いんですよね、うん、今もその塾で講師をやってる阿部くんっていう子の子だったり、はいはい、岡本圭っていう子もいるんですけど、もうその子たちはもうこれにもうズキュンされてですね塾に来たっていう感じでですね、あのそこがすごくおすすめです。感動のストーリー、感動のストーリーです。ぜひ見ていただけたらなと思います、はい、で本当にこの亀井淳さんはこう受験勉強をこう始めるときに本当に医学部に目指してたんですけど、うん、もう到底合格できる成績のスタートではなかったんですよね。でも予備校の先生にももう家族にも諦められてて、うん、いやもう1年やったって2年やっても無理だよみたいな感じで言われてて、もう絶望みたいな、でもどうしても医者になりたいっていう時に、近くにその南極青年っていうすごい賢い人がいるよっていう噂を聞いて、もうこの人に頼るしかないと思ってバーって南極青年のところに行って、もう受験指導してください、全教科お願いしますっていうのを本気でこう伝えた時に、こう南極青年がそのあ、もう今の成績どんな成績なのって聞いて、今からでも逆転合格できるよ、ただ僕の言うことを 100% 聞いて実践してねっていうところからこう始まるんですよね、うん、でそこからこう信頼関係結ばれていって、まさにこう限界突破した、はい、限界突破、奇跡の逆転合格で、その共通一次試験、当時の共通一次試験でも、こう元々900点中500点のところから810点まで上がって9割でね、もう余裕の合格をしたという、うん、はい、感動のストーリーの中身をぜひ見てみてください、はい、これでもね、本当大人の方でも本当にこう自分の人生変えたいとか流れ変えたいとかっていう方にちょっとおすすめなので、はい、ぜひですね、まあ、お子様受験生とかじゃなくても見ていただけたらなというふうに思います。ぜひご覧ください、はい。でも今回のテーマね、はい、あのそもそもちょっと子供に対してどう接していったらいいかっていうことをですね、はい、ちょっとね、あの実際にまあ本当にこう受験生と関わってる岩ちゃんの観点からお話をしてほしいんですけど、はい、そもそもですよね、僕は受験勉強したの20年ぐらい前 で、はい、で岩ちゃんが、10年ぐらい前になるわけじゃないですか。若者たちがちょっとどう変わってきてるのかみたいな、はい、今の受験生がどうちょっと変化してるのかっていうのを、はい、ちょっといい面と悪い面みたいなものをざっくりでもいいのでちょっとお話しいただけたら、ね、うん、いい面で言うと、うん、ものすごく社交的、ほうほうほう、あの空気がめちゃめちゃ読める、はいはいはい、みんな、なんか盛り上げ上手だったりとか、はい、こう例えばあの食堂でね一緒にご飯食べたりするんですけど、うん、もうみんなもうお箸用意したり、うん、まあ確かにね、水を用意したり動きがめちゃくちゃテキパキしてるんですよね、はいはいはい、でなんかすぐできる行為ですね、割かしね、もうちょっと教えたらすぐテキパキできるっていう、うん、
子が多くて、なんか大人びてる子が多いですね、うん、なるほど、うん、で今って時代がそのスマホ世代でその YouTube を見たりとか、うん、いろんな情報に触れる機会があるから結構その達観してるなみたいな、あーなるほど、うん、子が多くて、なんかここでその冒頭で羽賀さんが言ってくれたそのいい大人になる教育っていうのも、うん、話したらすぐにああなるほどってなる子が多いなっていう印象ですね、うん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 、なるほど、はい、で、まあ、それがすごくいいところではあるんですけど、それが逆にこうその空気読むっていうのって逆に言うとめっちゃ人の顔色見てるっていう子がやっぱ多いなって、うんうんうん、親の顔色だったり、うん、先生の顔色だったり周りの人の目線とかっていうのをすっごく気にしてる子が多くて、なかなか自分の意見を言えない、うんうん、でなんか羽賀さんもこの間ね言ってはったと思うんですけど、なんか初対面の塾生で、はい、なんか神社チャンネル見てたんですよっていうのを話の最後になんかもうびっくりするぐらいありますね、最初から言ってよみたいな感じで最初に神社チャンネル見てましたってなるじゃないですか、うん、はい、そうですね、でも最近の子ってああなんか羽賀さんだって話して、うん、あ実は神社チャンネル見てましたみたいな、え見たことあったの、えどれぐらいって言ったら結構見てる、あ結構見てたのねみたいな最初から言ってよみたいなね、うん、ありますけど、あります、ね、私でもあるんですよ、なるほど、岩ちゃんのチャンネル見てたけどもめっちゃ見てたけど、はい、1週間後ぐらい出会って1週間後ぐらいに実は見ててみたいな何の対抗意識だかちょっと分かんない、対抗意識なるほど、なんか悔しくて言わないらしいですね、あそうなんですか、で負けた感があるんですかね、見ちゃってるみたいなのに、あるんですかね、ちょっと分かんないんですけど、なんかパーってこう自分の気持ちをなんか明らかんと表現する子がすごい少ない、うん、なるほど、うん、確かになんかちょっとフィルター挟んでここではこう振る舞うべきかなとか、うん、ここではこう言っとくのがまあ丸く収まるよなとかっていうのを一回なんか挟んで振る舞ってるから本音をなかなか言わない子が多いなって思いますよね、うん、それは僕も感じますね、うん、あのやっぱり、まあ、大学受験塾でミスタースラップアップの塾生とはまかないですよね、一緒にご飯食べたりする機会は今も全然あるんですけども、うん、すごい感じるところでありますね、そうですね、うん、だからその受験生とやっぱ親御さんって切っても切り離せないので、うんうんうん、トラブルが起こったりすることもあるんですけど、その子供がもうずっとこう長年もう小中高と親御さんのこう顔色を見ながらもう振る舞い続けてきたせいで、その子供のその本心を親御さんはこうなんていうのかな感じ取れてこなかった、その時間が長かったりするとその親の前ではいい顔しちゃう、うん、なんかこう怒られたくないなとかお金かけさせて迷惑かけてるなっていう気持ちで結構やっぱ子供って強いので、うんうんうん、あ迷惑かけてるな、あ申し訳ないな、あ浪人させてしまってめっちゃお金かけさせてるなっていうのがこう結構もう罪の意識ぐらい重くなっちゃってるんですよね、うん、でなった時にじゃあ自分の行きたい大学はここっていうのをじゃあこう受験直前期に親御さんに言おうと思った時に、うん、言うのが怖いです、もう親に言うのはもう恐ろしくて言えませんみたいな、そうですね、ってなっちゃう、自分の行きたい大学は言えない親に言えないですよね、っていうパターンもあったりとか、うん、そのずっとそのそれまではもうエリート街道を歩んできて、うん、いい中学行っていい高校行ってねみたいな、高校行って英検も取ってもう資格試験ももう落ちたことがないってなった時に、合格するたびに親御さんに褒められてきた、うんうん、だからもう一個でも失敗したらどうしようみたいな、うん、落ちるのが恐ろしくてもう受験がもう毎回も恐ろしくて仕方ないみたいな感じになっちゃったりとか、うんうん、まあ、それはねその受験生自身が乗り越えないといけない部分もあるんですけど、そうですね、親御さんの一声かけ、うん、その一声で救われる場合も結構あるんですよ、例えばどういう感じなんですか、うん、それはあの本音言っていいよみたいなとこなんですか、うん、本音言っていいよっていうのもあるし、なんか、うん、あどんな結果でもあの私たち受け入れるから大丈夫だよっていうふうに言ってあげたり、うん、あお金のこと気にしてんのってもう全然大丈夫やからみたいな、うん、さえ気にしなくてやったらいいよみたいな、なるほど、なんかそういうのを親御さんは思ってたとしてもそうやってまっすぐ言う機会ってそんなないじゃないですか、うん、ないですね、だからなんかそうやって接するときにあの全然気にしなくていいよって一言言うだけでその救われる場合も結構やっぱりあったりしますよね、うん、意外と子供は親御さんはそこまでその圧をかけるつもりはなくても
過去 の, そのやり取りの中でちょっとでもなんか、あ、自分受け入れてもらえへんかったなとか、なんか否定されたなっていう記憶がちょっとでもあると、なんかそれがもうそれだけになってしまうというか、印象がっていう場合もあるので、なんか改めてこの追い込まれたこの受験直前期に言ってあげたりすると、のびのびとね受験迎えれるんじゃないかなとは思いますよね。なるほど、うん、まあ今回本当にこの子どもに対する接し方として、多分この大逆転勉強法のさっきの話のテーマにつながってくると思うんですけども、いわばありのままであなたでいいんだよっていうところをまずちょっと根底として、親御さんはそういう意識でいるっていうことが大事ということですかね、うん、そうですね、うん、で実際にこの大逆転勉強法の中でも本当にあの南極老人の直筆のね、うん、メッセージがあるんですけど、最後のところですね、最後のところですよね、あのお父さんお母さんに対してはもう子供に対してもう生きてさえいてくれればいいっていう気持ちってありますよねって、うんうんうん、でも普段は当たり前すぎて忘れてしまうけど、例えば子供がこう誘拐された時に、うん、もう学歴とかもぶっちゃけどうでもよくなるじゃないですかって、もうそんな時はもう生きてさえいてくれればいいっていう気持ち、うん、でその子供を見てあげたらいいですよっていうことをね、ちょっと一語一句同じじゃないですけど、うん、いやでもまだ大丈夫ですかね、うん、書いてますね。そして、うん、子供としてはやっぱりお父さんお母さんありがとうございますが大事ですよっていうことですね、はい、書いてますね。いやでもね、あの親御さんから言いにくいじゃないですか、それって、はい、親なんか感謝しろっていうのは全然違うと思うんですよね、うん、だから僕らの観点からお父さんお母さんに対する感謝がいかに大事かっていうところは本当に僕らの観点ですよね。それこそ大学受験塾ミスターステップアップの観点からお伝えできることあると思いますので、あのあれですよね、入塾生募集中ですよね、今募集中ですですし、はい、またなんかあれですよね、 2,3 日だけ来るみたいなコースもありますよね。あ、そうですね、スクーリングコースって言って、うん、その期間だけもう通塾生と同じように塾に来てもらって、で勉強計画をオリジナルのものを立てたりとか、その期間で開催しているモチベーションアップの会や勉強会は全て参加できるっていうスクーリングコースもやってるので、まあ、あの入塾される前にお試しで来られるケースもありますね、うん、まあ、通信コースオンラインコースの方もあります。そちらはそのラジオですね、毎日朝6時に配信していて、モチベーションアップの話が毎日聞けるっていうコースになっています。勉強法とか、あとはその過去問を解く時のその感覚も分かるっていうようなコンテンツもたくさんあるので、はい、ぜひ検討してみてください。あのむっちゃ気軽に電話して大丈夫ですよね、ミスターステップアップ全然大丈夫です。あのちょっと、はい、うち高1なんですけどとか、はい、なんだちょっと中3なんですけどぐらいな感じでも一回電話いただいたら、あ、ぜひお電話ください、はい、本当毎日のように今お問い合わせいただいているので、はい、07286-6315 まで、はい、あの詳細欄の方にもリンクちゃんと貼っておきますので、はいはい、お電話ですよね、はい、いただけたらなと思います。 LINE もあるんですかね。はい、そうですね、塾の公式 LINE もありますので、ちょっと概要欄にちょっと今回載せさせてもらっているので、ぜひそちらからもミスターステップアップの公式 LINE にご登録ください。はい、ということで今回は、受験生に対するですね、親御さんの接し方ということで、はい、限界突破大逆転勉強の話もしていただきました。はい、ということで、またね、なんか塾のね、はい、私も関わりながらですね、親御さん、そして塾生ともどもですね、成長していきたいと思います。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。